どうも、桜井徹です。狼、続きやっていきます。さて、敵の本拠地だったよな、確か。あ、はいはい、セーブしません。あ、お酒が手に入るな、ここ。忘れた時には、虎の巻、伝聞録。オロチの前菜を用意しろってか。はい、前菜料理を作らなきゃならないから。オッケー。で、セーブしにここまで来たんだ。じゃあまあこっち側行くか。いやしかしすっかり忘れてんな。どこに行きゃいいんや。3階上に上がればいいの？上に上がるのどうすりゃいいかわかんないんだけどさ。これはこれって結べるんじゃなかったっけ？はい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 。あはなにこれ。ほっおおえ俺今どこに着地するんやん。花ねえよ。はほっこうでいいのか。ああなるほど。はいオッケー。あれあんな能力持ってたんだな、知らんかったわ。ほっさてここが3階3階か。あ3階行きました。こっちに行けばいいのかな。おっとっと、一寸どんな声だったっけ。ああうんうんうん、こんな感じか。そういやこの橋誰かさんがバリッと壊しちまったんだっけ。あまこお前意外にずっしりしてるよな。橋が壊れたってお前ら例のあれでちょいちょいじゃちょいだろうが。もう少しこう食い気を抑えた方がいいんじゃねえか。ちょちょいのちょいちょいのはこういうことやな。はいはいはいどうぞ。はい、さてと大岩は切れますかね。切れませんね。ってことはここはまだ置いとかなきゃいけないと。了解。もう縦札読んだ方がいいのかな。ああ足場壊れやすいから気をつけること。どうするか。まだ浜や手に入れてないもんな。あとで絶対目さしてやっからなお前な。どうすか。どこに行けばいいんだ。とりあえずあそこは無理そうだったので、確かさここ下に降りたよな。うん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 。おっと見てみろやアマゴ、この穴ぼこの奥毒沼が広がったらいいから、お前でもこんなところに落ちた人とあまりもねえや。そうねそりゃそうだ。よいしょ。人とあまりもねえってことはあそこにパッと落ちるのはまあちょっと違うっていうことか。どこ行けばいいんだろうな。こっちじゃなさそうだな。あれ戻れなくなっちゃった。さてさてと開始早々もう迷子だな。あそうだ、なんかで教えてもらったんだよ。頭突きスタートしたらスピード速い状態からいけますぜみたいな。んあはははは。これもなんか習ったな。とりあえずなやろう。おなんで出てきたんや。まあ思い出しがてら殴ってみよう。よっ、よいしょ。 OK。 いやー、1週間ぐらい空いたからすっかり何をどうすればいいのか忘れてるな。こいつ話しかけてみる？ごくり。いざ足元の水が引きえてみると、思いのほか下が深くて、ああ足がすくむんだな。オラがこの取っ手をしっかり持ってないと、この運び台が下まで落っこちてしまうんだな。言っておくけどお前、オラに絶対ちょっかい出したりすらっておう。なんだ、手を離せ。オッケー、ナイス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 。おいちょ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 い、あい、ナイス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 。こうやって降りればいいのね。あ、じゃあシャートーブ、おい、爆弾も置いといてやろうか。よいしょ。あ、下に落ちちゃった。もうちょっ、すげえ慌てようだな。あ、そこに行きゃいいのね。よいしょ。あっ、よいしょ。一回下までちゃんと降りてみよう。そうした方が良さそうだ。ここが下か。おおおお、ほっ、よっしゃ、いけた。いしししし、ほらこの辺りの扉番なんですけど、やっぱり生きがいっていや、扉の守りを厳重にすることでしな。この間も扉にある仕掛けを加えて、簡単には開けられないようにしたですよ。扉を開けようと必死で頑張るやつの姿はいつ見ても笑えるですよ。いしし、性格悪いな。どうした、何をしたんだろう。話聞けばいいのかな、それとも無視してそのまま進めばいいのかな。おや、ほう、あら、よいしょ。こっちもよっ、勝てた。終わりか、まだ出るか。終わった。さて問題の目はこれだ。同時にやるか。ああ、大当たりってことでいいのかしら。よしよしよし。これなんだ、お、なんだいこの石像、氷漬けになっちまってるぜ。そういやここずいぶんひんやりしてるじゃねえか。おい甘子、こいつはただの霊気じゃねえ。気をつけろ、妖怪が近くにいるぜ。なんだ、中没戦か。あら、なんとも魅惑的な唇。霊気か。どうすっか。あ、とりあえず切ろう。やばっ、氷が剥がれたら殴れるのかな。よいしょ。いいタイミングで爆発してくれたな。よっしゃ。なんだこれ、キセルを加えている火の鳥ってことか。この火の鳥、石像だよな。まるで生きて羽ばたいてるように見えるぜ。なんだ？あ、星座だ。お、ここね。はっ、お、あれ、あ、ここも、あれ、ここでしょ。なんやねん、もう。お、こことこことここ以外にあります？あ、いけました。うわー、火の鳥なのかフェニックスなのか不死鳥なのか、まあ、全部一緒か。おお、我らが自母アマテラス大神、まがまがしき祠にて物の気に力を封ぜられしより春激時が過ぎゆくも我おもとを忍ばざることはなし。おもとの通力にて我が呪縛払われたる今、この燃え神激しく燃え立つ烈火となりて世を覆う暗雲を焼き払わん。萌え神。あ、これが氷が切れるようになるってこと？こんなところで筆神様がよ。こりゃ心細いところで強烈な味方が加わったもんだ。13の筆技の中で最も苛烈な神様萌え神、その技グレンはあらゆるものを片っ端から焼き尽くすって言うぜ。最初の獲物はあの氷だ。いいかバコ、グレンってのは炎の力を源にする筆技でよ。つまり炎の上に筆を置いてそこから線を描けば線に炎の力が宿ってたちまち火炎が生まれるってんだ。説明より実践であの氷へ試そうじゃねえか。まずは燃え盛る火の鳥像に筆を置いて氷に向かって線を描くんだ。あれ、水のやつの炎版ってことな。いやー、やりやがったなこの野郎。アマゴ、こりゃ聞きしに勝る熱い技だぜ。これでオロチも黒焦げにってのはさすがに無理かもしれねえが、少なくともコッパ妖怪どもはもうかの餌食だ。よっしゃ、進めるようになった。これで、3階のあの橋のところのやつがいけるな。これは道があるのかな。おお、なんかお久しぶりですね。爆弾で開けるとこだまん。無限炭、無限炭濁る濁らない、まあどっちでもいいか。お兄ちゃん頼むよ、行っちゃって。ういー、久しぶりにお客さんだんべか。最近誰も来ないから取っ手が錆びついちまうと思ったんべ。それじゃ一丁景気よく運び台をあげるとするだんべか。ういー陽気やな。ちょっとなんか鬼たちが可愛く見え始めるのはいかんことなのか。さっさっさ上がっていきましょう。うん、全然錆びついとらんやん。あ、そういえば俺アマテラスの「あ」って書いたんだったなあ、相変わらず汚いな字がさてさて、お、ここですか？ここでゴールですか？はい、ありがとう。おお、おお、これ燃えんのかな？あ、燃えないか。さすがにな。こうピューって。あ、なった。よ、あ、なるほど。ここに通じるのね。じゃあまあ何ができるんだろうな。これ解放することによって。おっ、こいつはこうでしょう。そうだと思った。こっちも上げる。え、あ、そんな効果てきめんなの？めっちゃ強いやん。あー、なんかあるんだね、属性的な。うわぁ、魅惑的。歯応えのあるニュー神話入道の唇、なんかやだな。塩タン的な感じでよろしいですか。うん、形がもうバッチリ唇だもんな。ちょっと引いちゃう。どうしよう。渡しに行った方がいいのかな、それとも渡さなくてもいいのかしら。本当だ。あらあらあら、あなた裏食材を一度にこんなに集めてきたの。手際がいいじゃない、さすが私が見込んだ助手ね。俺この前味見さんどんな声でやったか忘れちゃったな。まあな、こっちもいろいろ急いでるからよ。ほおずきの肝を渡した、入信は入道の唇を渡した。なんかお猫様が泣いたな今。どうした。まあ大丈夫そうだ。ふんふんふん、裏食材が一つ加わるたびにオロチ様への愛情も深まっていくのよね。愛されてんなオロチ様。さてと、じゃあ上に行こう。これってどうすりゃいいんだろう。炎、近くに炎はあるか。なんかこれが燃えそうな感じがするんだけどな。気のせいかな。まあとりあえず、おや、これは何でしたっけ。んここほえワンワン、ああ合ってました。よいしょよいしょ。さあこれでジャンプ OK。 よいしょ。さてと、この先に行けるってこったな。よし進めた。おっといきなり戦闘だ。おっ今度は炎の車か。目玉がウィークポイントっぽそうやな。ちょっと待ってね。あちょっと待って、こいつ炎だろ。じゃあこれで焼きゃいいじゃん。もう一丁。まあそうなるわな。でこいつ目玉だから切る。もう一回切ってみようか。効かないな。今がチャンス。爆弾も置いてみよう。よいしょ。どうだ、いいね。よいしょ。めっちゃ目玉やんけ。オロチの繊細の裏食材、味の中核をなす明け目は入道の目。めっちゃ目やな。なんだろう、タイのカブトニの目玉が美味しい的な感じかしら。まああれ得意な人と苦手な人いるよね。さて、ああなんかコメントで爆破したら火がつくんじゃねっていう話をもらったんで、ちょっと爆破してみよう。そういうことでもないみたいだ。なんか後々できんのかな。さてと、おやなんだ今のは。オロチの野郎の鳴き声じゃねえか。腹が減って催促のおたけびたいゴミ分だぜ。まさかオロチの野郎前菜を待ちきれなくなって。あまこ櫛形の姉ちゃん大丈夫だよな。急げってことね。はーい。さあさっきよくもバカにしてくれたな。ほらビビってんだ。なんかこいつも憎めないんだよな。さてなんだここは。ここれってさ、上から落ちてきてんのオロチの糞じゃね？なんかね、骨とか消化したものが落ちてきてるって感じなんじゃないかな。ドクロ砂場玉遊び禁止。天井からポロポロ砂が降ってくる。あまこ、ここは慎重に慎重を重ねていくぜ。あいよ、慎重に慎重を重ねるっちゅうと、はあ、玉遊び禁止。玉遊びはさ、どこに持ってくのよ。まあ、とりあえずあっち。こっちの道関係あるかな。まあなんか弾が落ちない用の柵みたいなのあるしな。よいしょ。おお、今砂が舞った時一瞬だけ目の前の崖に道が現れたような。ってことはさ、こうしてこうだな。弾はどうすりゃいいの？持ってきゃいいのかな？あれ、はい、あれは我々の常識では測れないものでできているんじゃないだろうか。弾が落ちたー。とりあえず放置。やっぱりいるって流れありそうだけどね。あるなーこれ。分かった。あったよ。弾な。やっぱり弾がいるんだな。分かった分かった。いやー、なんかいるんじゃないかなとは思ってたんで、これやばいな。ん？なんだこれ、枯れてるぞ。咲くのかな？咲かないか。ほっ。よし、じゃあまた弾取ってくるか。お、マジであんな優しいシステムあり？弾がこんなところにある。やっちまった。ありがたいね、このコンティニューシステム。いやー、お恥ずかしい。意外と難しいんだよこれ。あたたたたわたたたたわたた。あ、そこって入っていいの？あ、そうだよね。わかった。ちょっと待って、こっちの方角、こっちの方角。ここに来て俺これ一番難しいかもしれん。はい、落ちないで。そう、いい子だ。どうしよう、左側の方がモアベターだろうきっと。あ、意外と力技でいけんだな。どういうことや。オッケー。はあ、よかった。あ、これで火がつくのね。なるほど。あ、でこれら玉から火が出る系が全部火ついてるってことなんじゃないかな。なんか後々見に行くところいっぱいありそうだな。おや、どうしたんだこいつ。ぎゃ、仕事の合間におやつでも買いに来たんだぎゃ。どれでも好きなものを売ってやるけど、金はきっちりいただくぎゃ。買い物をする。ああ、鬼でもいるんだな。何これ。買えるけど、これ強いの？おきつ鏡。じゃあまあ買うか。買えるしな、1個。ああ、19銭しかない。積んだ。切ねえな、金がないと。香炉を手に入れた。さて、お、あれって爆竹かな。あ、爆竹だったわ。この人を燃やしたらどうなるんだろう。あ、うん、分かった。最強の人なんだな。あ、あんなところに。さて、よっこいしょ。あれはなんだ。わかったわかったわかったけど、どうしたもんかな。何をあれで破壊したらいいんだ。まあ、多分あれが大砲を撃てるってことだと思うんだけど。あ、はいはい、よいしょよいしょ。あああ、どうだ、すっげえ落ちた。ああ、悲しい。なんて悲しいんだ、なんて悲しいんだ、もう。ああ、すごい降りてきたな。ちょっと待ってね。上にさっきの花は見えないか。慎重に慎重を重ねなきゃいけないのね。そうね。花、花、花。花？花なんて、あ、あれ届くかな？さすがに限界があるか。わかった。これは無理だべさ。うん、これも多分届かないな。花開いてないとダメなんだな。分かった。オッケー。まあもうここはもう一回行ったとこだからな。これ風を起こさなくてもいいのかな。信じれば渡れる的な。よいしょ。オッケー。置いたらリベンジ。ほいほっ、よいしょ。これだな、これだ、これで進めってことだ。ああ、これはオッケー。よいしょ。ああ、2度目3度目はないぞ。あ、さっきもここ見た。これ一回さ、渡ってみよっか。渡れるか。渡れんじゃん。なんじゃん、なんじゃん。うん、なんやねん的な感じが。なんじゃんって。オッケー。ん？OK。よっしゃー、来たぞー。ほっ、ここはまあいけるわ。ほっ、よっ、よいしょ、いけた。はあ、大砲故障中につき大変危険、使用禁止です。はーい、禁止って言われると思わずやってみたくなるのが男ってもんだぜ。まあ、とりあえず入ってみよう。あれ、入れないの？なんか入ってスポッ、なんか発射みたいな流れになるのかなと思ったんだけど違うな。ん？これはどうすりゃええんや。あら、あんなところ光ってたっけ。いやけどあそこから来たんだよな。ここってあ、あれ狙うの？竜のところ狙うって。どうしたお猫様。お、いけたいけた。ありがとう、コメントで教えてもらえた。はまたこれか。あ、いや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 、使わなくていいんですよ、あんなね不安定なもの。よいしょ、いけた。よし、最高。なんだ、うーん、とりあえず爆弾。よいしょ、オッケー。待つ待つ待つ。炎の玉が燃えている。いや、でも明らかに左側はいけないものと思ったけどいけたな。まあまあ取れるだけ取っとこう。オッケー、うん、うん、さてこっちか。よいしょ、これ何を吠えてるんや。あ、ここに火の玉が1個あったのは知ってる。ん？これ燃えるかな。燃えないよな。そう、こうやって、ああ画面は回せないか。どうすっぺか。これむずいぞ。炎にどうやったら今横でお猫様がジャンプしてお犬様がびっくりしてた。うん、ちょっと、あ、もしかしてこれ動く？熱っ、全然動かんやん。風で動くのこれ。嘘？わあ、ほんまや、めっちゃ風で動く。頭突きで動かんのに。まあ要はこうやって動かせってことか。おっ、もうちょいこっち。あ、いかん、炭がなくなった。ここはなんだ。とりあえず一発切ろう。もう一発切ろう。よいしょ、であとはラストこいつ。終わった。オッケー。なんだこれ、宝箱。よし、黒天の邪鬼の角を手に入れた。オロチの前菜に裏食材、味の決め手になる黒天の邪鬼の角。オッケー。よし、じゃ時間がちょうどいいのでここで一旦、いやけどここ今9セーブポイントがないからちょっと先進もう。これで炎を燃やして燃やす。中心骨頂をゲット。ほっ、漆器セットを手に入れた。で終わりか。あと進むとか取るものはないな。戻ろう。おっしゃ、これで大体集めたんじゃないか。よいしょ、到着。でだ、ほらここね、火ついたよね。お宝ゲット、黄金の桃、ありがとうございます。あ、でここ上に登れるようになったんだ。なるほど。よし、じゃあ次回、このお料理当番の人に集めたものを渡したいと思います。はい、今回はこれぐらいで終わりましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。